Have you ever seen an obese Japanese person? The rate of obesity amongst Japanese people is only 3% compared to the insane 40% in the US. Having lived in the US for 10 years, I would say I came across an obese person about every day. Nowadays in Japan, I'll be lucky if I saw a single obese person throughout my entire week. So I met up with these three fine ladies who actually make a living out of being overweight. To see what it's actually like being obese in the healthiest country in the world. Aiko desu! Yu desu! Mirako desu! 3人でポチャホームと言います。お願いします。一応 YouTube をやりながら芸人もやっております。はい、そうなんですね。今で、はい、もうあの質問も聞いちゃうんですけど、はい、今体重っていくつぐらいありますか？あー、突っ込みますね。気になっちゃうんだ。一番軽い日。あ、誰だろう私しかいないだろう。私だろ、どう見ても。いいっすか。はい、ガリガリ担当、はい、2桁の84キロです。自分と同じくらいです。自分と同じくらい。マジっすか。マジっす。ちょっと増えちゃって、はい、106。かわいい。105。ちょっと増えちゃって多分120。120。え、背が一番ちっちゃいのに。そういうこと一時言わなくていいぐらい。すごいのよ、密度が。あの、生まれた時からぽっちゃり体型だったんですか？うん、そうですね。エリートです。あ、エリート。4000で生まれて。はい。おお、4キロで生まれたんだ。すごいね。やっぱぽっちゃり系の人って、住みにくいとかってあったりしますかね？ファミレスのテーブルが近すぎて、食べた終わった後出なくなっちゃう。設定が狭すぎる。あるある。膨れ上がったから、もっと余裕持ってよって思う。確かにね、不便ですね。新幹線とかも狭いしね。すごい海外の人どうぞみたいにしてる割には全部日本の平均女性に合わせてるんですよ。あの、日本のみんな美しい人って結構焦ったりスリムな人が多いじゃないですか。最近日本の男も俺ぽっちり好きだよみたいな。日本人の言うぽっちゃりのレベルって、はい、確かに。例えば160センチ、55キロとかで、はい、もうぽっちゃりと認定するんですよ。世の綺麗な人が40キロぐらいしかないから、ね、ダイエットしてるよね、みんな55キロぐらいの人。みんなそうです。モテようとしてやっぱ痩せて頑張ってますね。日本に住んでいて、うん、あの、まあ、ぽっちゃりの体型で、まあ、偏見であったり、その差別とかありますかね？臭そうとか。臭くないっすよね。全然いい香りっす。それはたまにあるじゃん、臭いとき。でも本当にある、確かにある。汗がね。いつもじゃないよってこと。はいはいはい、今はうちじゃないよとか。あ、わかる。わかる。例えばゲップしたりとかしたら、私じゃないのにちょっとゆうちゃんとか言われる感じですね。おならもさ、おならとかもどでかいおならしたら、そう、私だって絶対思われるんですよ。牛の匂いとかしてもなんか牧場とかで流れね。え、違うよ。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 うちらだったらなんか言ってもいいかなっていう感じでいじられるっていうのはありますね。マイクいいですか？あ、いいっすよ。あの、マイク持っちゃっていいっすよ。あの私結構紫外線に弱くて、はい、サングラスかけたいんですよ。暑いし、はい、でも太ってるとかサングラスかけてるとめっちゃ笑われるんですよね。くれぐれも笑うセールスマン、みんなこれ大好き。ふざけんじゃねえって。ふざけんじゃねえって言ってたんですけど、ダイエットとかってあのしたり考えたことありますか？考えたことありますけど、はいはい、結局続かないし。続かない。だから食べて幸せなものを削るほど痩せたいのかと思って。あ、じゃあ別に太ってでいいや。私は常にダイエットとリバウンドの繰り返し。懲りないんですよ。もうね、85キロを超えるとかかとが痛くなってくるんですよ。体に限界を感じると痩せて、で目標を達成してまた戻っての繰り返しです。私は3日前からしてます。お、嘘だ嘘だ。絶対嘘。これ終わったら食べ放題行きますよ。本当にあの今年からはあのちゃんと向き合ったダイエットしようかなって。おお、考えてんだ。はい。ちなみになんですけど、腕立てとかってできたりするんですか？うわ、絶対無理です。腕立ては絶対にできない。え、できるんですか？はい、まあ数回なら。マジっすか？勝ったらデートじゃない？あ、デート。勝ったらじゃあデートで。おお、全部おごりで。ね、ちょっと待って、すごいびちょびちょなんだけど。びっしょびしょ、やなんだけど。びっしょ。さっき水こぼしたんですよね。頭から水こぼしてるやん。アイコ頑張れ。アイコ起き上がれ。そのままいけ。そのままいけ。これでいけたらデート。アイちゃん
ベビーベビーベビーちなみになんですけど、一番なんか好きな、うん、あの食べ物とかって何ですか？肉、うん、寿司、ソーセージ、ソーセージ、カコハニング。マックとか好きですか？マックも大好きです。今日ビッグマック用意したんですけど、はい、あの誰が一番早く食べれるかっていうチャンスビッグチェンジ。わかりました。よーい、スタート。めっちゃうまい。早い。待って待って待って、やばい、負けるこれ結構遅いですね。お、これ俺勝てるかも。やばい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 。完食。完食。入れちゃえばいいから早く早く。いけ、やった。負けた。勝った。うわ。うま。こっちに乗ったってやっぱあのキャノって難しかったりしたりしますかね。私は偶然その。ぽっちゃりというか太ってる人が好きな人に巡り合ったので、旦那さんがすごいもう太れば太るほど喜んでくれるんですよ。珍しいタイプなんですけど、だからあのあんまり困ったことはないですけど、はい、私はいたことないです。彼氏ずっと募集中。募集中で、もし海外の人がいたとしたら、え、Please call me。 では英語いけるんですか？No. No English. In Japanese. In Japanese. Yeah. 困ったことないです。おお、かっこいい。そのデブが原因ではね、別に。あ、はいはい。ぽっちゃり系の人のあるあるってあったりしますか？あ、でも食べれば食べるほど喜んでくれるから、超えていくのが楽しいみたいな。やっぱいるんですね、そのデブ戦っていう、はいはい、あのまあ、カテゴリーも日本で。います。まあ、超少ない。いますけど、はい、みんな、なんか実際食べる量とか知ると、はい、引いていく人が多いです。日本人は結構プライド高いから、はい、アクセサリーとしては、はい、綺麗な女の子置くんですよ。夜抱いてるのは、なんか、はい、太った、外に出さない女だよみたいな。いや、悲しい。でもリアルじゃない？でもリアル、そう。あ、リアルはそう、はいはい、うん、その自信が持てなかったりしてる人たくさんいると思うんですけど、うん、そういう人たちになんかアドバイスであったりしますか？もうデブはデブでしょうがないんだから、はい、もう気にせず別にあの生きていくしかないです。だから食べる楽しみを取るか、はい、みんなに笑われない生き方を取るか、はい、あなた次第ですよ。元気に好きなものを食べて、はい、寝る寝る言い方がアホ。寝るマイクス。最近ってぽっちゃりの人が着れる服とかめっちゃ出てきたんで、なんか自分を可愛くできるんですよ。なんかもっと自信持って、はい、でいじられたらなんか返す方法とかを身につけて生きてった方が楽しいかもしれない。楽っすよ。そうっすね、って思います。